ネットでポチりたいです。今日は素敵な三軒茶屋の古着屋さんに来てます。東京に来てます。みんな大好き春樹さん。いやみんな大好き古着のチャンネルをやってます。古着のチャンネル、はい、春樹さんのやっている、はい、春クロージングストアという古着屋さんをやってます。はい、はい、これっていうもの難しいんですけど、シンプルに僕が大好きな古着たちをただ自分のクローゼットみたいな感じでいっぱい置かせてもらってるって感じなんですけど、まあ、具体的に言うと90年代ぐらいの新しめの古着を置いてます。なるほど。なんか私春さんっていうと、はい、青のイメージがあるんですよ。なんかブルーのイメージがあって、お店に入るとすぐこの青から入ってるのはそういうブランディングですか？いや全く違うよねこうお店をぐるっと見ると差し色でいいところに青が入ってるんですよ。確かに言われていいな。なんかこの色が好きなんですよね。このブルーグレーっぽい。あ、そういうイメージあります。だからすごくそういった意味でも、あの春樹さんの色が出てるっていうお店だなっていうのが第一印象。確かに本当に好きなものを置いてるって感じなんで、だからもしかしたらもう来月ぐらいにはマルジェラのアイカイブとかがバーってなってる可能性があるみたいなぐらい、こう気分のものを置かせてもらってます。なるほどね。春樹さん古着も好きだし、まあ、そういうブランドのものとかもよく紹介してらっしゃいますもんね。だからめっちゃ見てます。ありがとうございます。URL 買うおじさんいると思っていやいやいや、おしゃれだなと思って言ってます。これもそうですよね。あ、このパンツね。はい、いやいやいや、これ見てほしいなと思いました私の話じゃないんですので、はい、いや聞きたいです。僕カメラ持ちます僕こう映したいですね。アディダスもほらブルーですよ。普通のこれポケットついててもいいよね。ああ、ついてない。ポケットついてないのと、あと最近このパフォーマンスロゴ、はいはいはい、逆にね、これ90年代のやつなんですけど、逆に今パフォーマンスロゴの方がいいんだねみたいなっていうのがちょっとあって、いやなんかそれ系のパンツとかは、ああ、いっぱいある。あの90とか00ぐらいだと、こういうワイドに、割とワイドめなものが多くて、なるほど、今結構ね、スリムでテーパードみたいな、サイズもちょっと大きめのもあるので、ちょっと履いてみていただけたらなと思ってます。なるほど、履いてみていただけたら、はい、なんか言った気がするんですけど、そしたら私、まだ会って間もない私を、はい、コーディネートしてください。2パターン、2パターン、はい、お題は2パターンで、はい、1個はいつも YouTube で見ている私の、はい、春樹さんのイメージする体調ってこんな感じだよねっていう、はいはい、このお店のものを使ったコーディネート、はい、あと体調を進化させて新しい難しいよそれ、はい、こっちの方がいいぞっていう、今までの体調はダメっていうやつを2つめちゃくちゃ難しいです。ちょっと頑張ろうぜ、一緒に考えよう、はい、スタッフの高一いつも拝見してます。ちょっと待って、見つけました。この店で私が欲しかったもの、はい、これ、あの私いつも言ってるんですよ、このダブルニーでこのペンキがちょっと多めについていて、ちょっと待ってください、はい、これあのスタッフのやつなんで私物なんですよこれ。え、私物は売っちゃダメっていう、え、そうおっしゃる。これめちゃめちゃないんですよね。かっこいいですよね。かっこいい。しかもこの頃の感じはお気に入り、裏のリペアとかもすっごい、うわーかっこいい、悔しい。いきます。はい、じゃあ、お、かっこいい、じゃーらん、じゃーらん、どう僕が好き、ちょっと自分でまだ見てないんで、はい、見てもいいですか。はい、ああなるほどね、あなるほどね、え、これがなんか今回これがどういうテーマ、うちの店っぽい感じになっちゃいます。あれ、それは頼んでない。え、あそうなんですよね、ずっと体調っぽいを最初考えてたんですけどあ、わかった、体調っぽい、つまりそれは春っぽい、春と体調のテイストが似てるっていうこと。そういうことなんですよ。なるほど。体調っぽい服って言って集めてみたら、あれこれって俺たちがいつも提案してる感じじゃないかなってなってしまって、なるほど、じゃあもう春っぽくちゃんと寄せちゃおうって。私のイメージはもう春っぽいっていうことで、本当光栄です。とはいえ、まあ、春っぽい中でも私に寄せてくださってると思うんですけど、はい、それどの辺ですか。アディダス着てるからとか。アディダスもそうなんですけど、まあ、この一素材な感じ。なるほど。の上にジャケット着ちゃうけど全然いいよねってやっちゃう感じが分かってらっしゃる。体調っぽいんじゃないかなみたいなのは分かってらっしゃるもう異素材とか難しいこと考えないで、気がついたら素材バラバラになってたりとかありますね。このなんかパンツが特におすすめで、はい、デニムで、これこそ、あ、そうなんですよ、このデニムもちょっとバレンシアガっぽさ若干あるんですけど、そうですね、リーバイス569っていう。あ、そうなんですか。バギーパンツ、いつぐらいのやつの形なんですけど、これは00ですね、2000年代ぐらいのものなんですけど、すごいこうストンと落ちるでかいシルエットで、うん、まあ、ちょっとこんなパンツもちょっと近いんですけど、うんうんうん、
正直最初鏡見た時に自分っぽくないって思ったんですけど、逆に春樹さんの話聞いて、あ、これぞ俺じゃんっていう風にやっぱ分からないもんですね。人に言われないと自分のことってよく分からないんだなっていうのをまた感じました。なんか固定概念覆す系スタイリングが多い気がして、うん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 、関係ないよねみたいな感じ。なるほど、あ、気持ちいい、ありがとうございます。このジャケットはラルフか。そうですね、ローレン、ラルフ、ローレンっていう。ラルフ、ローレン、はい、ローレン、ラルフ、ローレン。一応ジャケットこっち羽織ってる。ああ、そっちもあるんだ。あ、好きです。好きです、大好き。この間これと似た生地買っちゃった。あ、好きすぎて生地買っちゃった。これ結構面白くて、ノードストロームっていう高級デパート、アメリカの、はい、まあ、伊勢丹みたいな。今もありますよね。あります、あります。ネットで時々見ます。はい、あ、そうか、ネットとラルフの別注ですね。ラルフの別注、春樹さんに着せていただくなんて。なるほど、若干サイズが、さっきよりもちょこっと小さいけれど、でもこれでも大きめ。だってちょっと本当はこのドローコードギュンギュンに締めて、あ、じゃあ締めましょうか。これくらいの丈感だったら。ドローコードついてるんだ、ポケ裏。あ、ドローコードがポケットの中に入ってるんだ。じゃあ出てこないんだね、ギュンギュンにしても、うん、あ、なるほどね。このそれぐらいの方が今っぽいかな、ちょっと短丈な感じ。なるほど。でも体調はもっと崩しちゃうんだろうな、これを。整いましたか。はい、整いました。第2弾でね、はい、じゃーん、じゃーん。お、かっこいい。待って、こっちが体調っぽかったかもしれん。これはじゃあテーマは、このテーマは体調が来たことないやつにしようと思ったんですけど、結果体調っぽいかもです。私がまず来たことないって思ったのはどの辺の。スラックスですね。スラックスはあんまり履いてるイメージがなくて、まさにあのね、裏テーマがあって教えてもらいたかったんです。私がどういうスラックスを履いたらいいのか。そうだったんですね。で、今履いてて、あ、スラックスだと思って。はい、これジバンシーのスラックスなんですよ。いつもらいますか。80とかですね。AT のジバンシーのスラックスなんですけど、丈ちょっとだけ長めで、こう溜めて履いてほしいなっていうのがあって、渡り広めの溜めて履くって本当にね、今これからって感じもするし、はい、私が大学生とかのデザイナーズブームみたいな感じで、その時こんな感じだったんですよ。まさにそれが今一瞬して気分なのかもしれない。そうなんです。そうですね、このちょっとトロッとしてるように見えるスラックスだけど、上ダウンにジップアップのパーカーで、ジップアップのパーカーがまさにまた僕も今気分なんですけど、ジップアップのパーカーってあんまり着なくないですか。着る。あ、着るんだ。僕の中でちょっと中学の時にめっちゃ着てて着れないっていうイメージがなんかあったんですけど、逆に今年ちょっと丈短めとかでちゃんと締めて下にスラックスとかで綺麗にするならありだなと思って、なんかいろいろレイヤード、中にタートル入れさせてもらって、はい、みたいな、このレイヤードの提案がなんとなく私の中で春っぽいなってちょっと。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。この中は LL ビーンの色が可愛くて。え、このダウンは、これは00ですね、2000年代のナイキのダウンなんですけど。ナイキなんだ。なんかちょっとこのなんかちょっとブランドっぽい。そう、ちょっとソリッドな感じと、で、あのこのスタッフのノリはカナダグースで働いてたんですけど。あ、そうなんですか。はい、あのカナダグースのダウン視点で見ても良さげダウンです、ね、あ、これはじゃあ間違いないじゃないですか。パンパン、うん、パンパンに詰まってるっていう羽たちが、ナイキの古着買うときにこのタグのやつ結構おすすめなんですよ。このちょっと銀色っぽい、このタグ00のタグなんですけど、このタグの00のやつがすごいこうソリッドな印象でおしゃれでデザイン性が高いイメージが結構あるんで、ちょっと注意してみよう。まあ、正直好きですこれよかった。さっきのはなんか着慣れてない感が、ジャケットあんまり着ないから。あ、そこジャケットは着るか、うん、はい、ということでありがとうございました。あの三軒茶屋のもう超有名スポット、春、何でしたっけ、春クロージングストアですね。はい、なんか三茶結構古着屋さんいっぱいあってね。そうなんです、この通りにももう何軒かあり、そうですね、単純に楽しいですね。そうですね、なんか古着屋回って最終目的地春クロージングということでいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。いや、何着させてもかっこよくなるから、いや本当に。やっぱね、春さん目線でコーディネートしていただけるなんて、もう、語り継ぎます。いや私なんかもし、異常伝書くことあったら、多分これ、最終ページ。いや、そうなんですね。この後、なんか一緒に古着見れたりとか。あ、そうですね。いいですか。ぜひ、せっかく東京に来ていただいたんで、おすすめの古着屋さんいくつかあるんで。なるほど。じゃあ、動画にうまくいくかどうかわかりませんけど、うまくいったら、春さんの、春樹さんのチャンネルの方でも、
その動画が出るということで、ということでこちらからは以上です。これ買います。ありがとうございます。お買いと思ってます。あ、はい、最後の最後に終わってからまさかこれも入ってもらおうと思ったんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。